シゲル重役とは、日本の競争馬。主な勝ち倉に2013年の阪神スプリングジャンプ、2012年の新潟ジャンプステークス。名前の由来は、冠名のシゲル重役。2010年7月11日、阪神競馬場での2歳新馬戦でデビューし、10着。4戦目で、初勝利を挙げ、続けて、慶応杯2歳ステークスへ出走するも15着。 12月のツアーブ器賞以降5000万下条件戦に5000、使われるも2桁着順が続き、2011年8月の500万、下戦を最後に障害競争に転じる。障害に転じて3戦目で障害初勝利を挙げ、以降5000は勝てずも掲示板内の成績を保ち、2着1回、3着2回の成績とする。京都ハイジャンプ4着の後臨んだ2012年7月の、 中京競馬場の障害をオープンで、障害2勝目を挙げ、続く新潟ジャンプステークスでは、中団からの競馬を制して、重賞初制覇を挙げた。東京ハイジャンプ3着、2013年初戦の牛若丸ジャンプステークス8着を経て、出走の阪神スプリングジャンプでは、マーベラスカイザーの追い上げを退けて、障害重賞の2勝目を達成。中山グランドジャンプ3着、 秋初戦の阪神ジャンプステークスでも3着とした後、長期休養に入り、2015年に入って、平和を一度叩いた後出走した、京都ハイジャンプで、9号障害着地時に転倒したため、競争を中止し、右上腕骨折りが判明、予後不良と診断された。一下の内容は、ジャビスサーチ及び netkeiba.com に基づく。障害戦は、 平均一回、ありがとうございます。